よし、では始めていきましょう。あ、ちなみに今日は学校から帰ってきて本当にすっぴんだし、なんかもう髪型も学校に行ったままで本当に、あ、もう本当何もしてないんですけど気にしないでください。一斉のおさえ、こんにちは、ひまひまです。今回はですね、久しぶりに SJK ひまひまのスクバの中身週間やっていきたいと思います。まあ新たにあの JK になる皆さんも、あとあの JK になりたての皆さんも、ちょっとバッグの中身どうしたらいいか分かんないなってこう多いと思うから、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで早速やっていきたいんですけど、何から話そうかな。そういう感じ。あ、そう、今日は三つ編みで行ったんです。理由としてはそのまあ、特にないんですけど、まあ、特にないんです。そんな話はいいんだよね。別に、その話は良くて、とにかく普通に、スクマの中身を紹介していきます。2学期がね、始まったということで、まあ、ちょっと、新たな気持ちで学校に行ってるんですけど、もう、まあ、なんか、夏休み毎日、ほんと何もない日は、ほんとに家でグダグダしてたから、なんかそういう日に比べたら、全然、学校に行ってた方が一日が過ぎるのが早いし、達成感もあるし、いいんだけど、やっぱ疲れるよね、学校ってね。そう、だから、まあ、ちょっとスクワ見るだけ実はちょっと、うおーってなるんですけど、まあ、それはなんないけど、まあ、なるんですよ。でも、そんな中でも、毎日をハッピーで、キラキラハッピーに、楽しく生きていこうというマインドで過ごすためのバッグでもあります。なので、紹介していきます。私が使ってるのはこちら、じゃーん、スクワ。今はこれですね。リュックの時とかもあるけど、だいたいこれ。イーストボーイのバッグですね。はい、まずはここ。じゃん、デイジー。あ、じゃ、首がボケちゃったよ。危な。セーフ。じゃん、デイジーちゃんです。逆さまデイジーちゃん。ごめんなさいね。これ、デイジーちゃん、本当に何回洗っても真っ黒なんですね。なぜかというと、電車で床に置くから、このバッグを。あのね、バッグが重すぎるの。これ、ちょっと聞いてください、全国の皆さん、先生方。タブレットが重い。学校に置いてもよくしてください。もうそれぐらい重いんです、とにかくね。そう、タブレットが重い。し、あと、初登校の日が昨日だったんだけど、めちゃくちゃ重かったの、荷物が。もう、肩もげるんじゃないか、みたいな。で、私も、ぐいじゃん、ういじゃんとか思いながら、頑張って電車に乗りました。ただ、すぐ座ったよ。いや、本当にきつかったもん。めちゃくちゃきつかったもん。もう重すぎてね。だから、もうこのちょっとスクバのせいで、ちょっと背が縮んでるっていうのも正直ちょっとあります。で、次は、じゃーん。無印の防犯ブザーをつけてます。まあ、防犯ブザーはいつになっても大事でしょ？では、続いて。こちら。じゃーん。定期入れですね。定期入れと、まあ、小銭とかが入ってるやつ。で、ここには、何これ、カードミラーが入ってます。忘れてた、入れてんの。これダイソーで買ったやつなんだけど、これミラー、これすんごい歪むんです。自分の顔がなんかもうビヨーンみたいな、ビヨーン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 みたいになっちゃって、すっごい見るだけで酔うので、あんまり好きではないんですけど、あんまり好きではないって言い過ぎた。でもまあこう毛穴とかは見えるのでいいかなと。いやにしてもこれちょっと自分の顔歪みすぎで、わかりますか、この歪み具合。ほら、こんな湾曲するんですよ。普通に見たとしても酔うのよ。まあなんか、ここら辺にゴミがついてないかぐらいは見れるけど、っていう感じです。まあこれを入れてます。これは、高校に入学した時にママに買ってもらいました。さ、ここにね、本当はマイケルコースのこういうなんか、紐みたいなのがくっついてたんだけど、なくなってたの。絶対誰かに取られたと思うんだよね。っていう考えがまずよろしくないもんね。絶対ね、取られたか、なくしたか。まあ 98% ぐらいは落としたんだと思うんですけどね。じゃあ次、この浅いバッグ、何も入ってない、何も入れてません。この一番薄いところは、次この2番目に薄いところ行きましょう。ここにはまずは、じゃーん、マスク。まあ何かあった時用にマスクを入れてます。次、じゃーん、小銭入れ。友達からもらったチーカワのキーホルダー。これがね、本当に恥ずかしい。何円入ってるの？400円ぐらい。まあ、学
校じゃない時は普通にちゃんとお財布を使ってるわけよ。ただ学校の時はわざわざお財布をね、なんか違うバッグからこのバッグに入れ替えて持ってくのが本当にめんどくさくて、学校用の小銭入れとしてこのお猿のジョージを使ってるんだけれども、なんか購買とかでいろいろなんか買いたい時にこれを一応持ってくんだけどさ、すごく恥ずかしいのこれが。なぜかだって学校内でさ、例えばね、なんかすごいありがたいことに交番のとことかでさ、暇暇じゃね、え、暇暇 YouTuber いる YouTuber いるとか言って、 YouTuber いるお財布がみたいな感じ、なんかみんな絶対そんな感じ、視線をね、なんか手元に、私の手元に持って気がするの。すごく絶対こうお猿のジョージを見てるんですよ。自意識過剰度マックスかな。いやでもちょっと恥ずかしいんですよねこれ実は。まあでも可愛いから許してます。次、じゃん、ハンカチ。これず、あ、ちょっと待って、折れちゃった。くしゃってなってるけど、これあれだからね、ちゃんとあの毎回入れ替えてるからね。ディズニーのやつ、これなんだっけ、小さな世界のやつです。次はあのマスクのゴミ、これはいらない。あ、ちょっと少なめの、わかりますか、ちょっと少なめの消毒スプレー、ウェッティ必要だね。じゃーん、汗拭きシート。あ、こんなとこに入れてたんだ。なんか汗拭きシートとかいろんなとこに入れすぎても何が何だか分かんないんですよね結局。あとはここまで入ってるわ、ちゃんとここまで入ってる除菌スプレー。次、じゃん、ティッシュ。なんで入ってんだろう。まあ、ティッシュはティッシュだもんね。お、え、こんなとこに入れてたの、チビゴム。え、マジか。あの、一回、紙ゴムが切れちゃったことがあったの。ここが切れちゃう事件ね。この三つ編みをしてた時に。すっごい助けを求めたんだけど、誰も紙ゴムを持ってない事件があって、そっからもうめちゃくちゃトラウマで、私は紙ゴムを絶対に持ち歩くようにしてます。あ、まだあったわ。じゃん。ハートのクリップ。まあ、なんかで使えるかなと思って適当に突っ込んだんだと思う。あとあの、じゃん。これお砂糖シャカシャカキーホルダーみたいなやつ。ほら。そう、これクリップになるんですよ、ここが。ほら。だからとりあえずここに挟んでる。中にね。本当はつけたいの。つくばに。ただなんかつけすぎると本当怒られるんです。キーホルダーを。今まではさ、サンリオのピンとか挟んでたの、私ここに。それもダメって言われて、剥がしました。2回ダメって言われたらさすがにさ、もう抵抗できないでしょ？ 1 回は抵抗したの。これはキーホルダーじゃないです、みたいな。いや、これはピンです、みたいな。ダメだよ、それ。って言われて、はい、取りました。だから家でちゃんとピンとしての役目で使ってんの。あとは、ここにはあの、リボンがね、入ってます、学校の。ここの普通につけるリボンね。では、大きいバッグのところに行きましょう。1個目は、じゃーん！日傘でーす。もう日傘は登校中も絶対日傘は差すし、必ずだね、どこに行くにしても日傘はないと私はテンションが下がっちゃいます。下げ石です。まあなんか、本当に日傘は私の体の一部だと思ってるぐらい大事なので、持っていきますね。次。じゃーん！こちら。日焼け止め、ビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミストです。日焼け止めミストですね。シュッ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 ってやる日焼け止め。スクバに入れてるのはこのミストタイプの日焼け止めなんですけど、塗るタイプの日焼け止めと液体のクリームみたいなね。と、あとあの、スティックタイプの日焼け止め、固形状のやつ。と、もう一個あの、ミストタイプの日焼け止めを、三つを体育着の袋の中に入れてるのよ。そう、だから学校に私は四つ日焼け止めを所持していることになります。本気すぎ。で、続いてはこちら。じゃじゃーん！筆箱です。今回は筆箱ちゃんと持って帰ってきたんだけど、いつもは、もう全部置いてく。学校に。あのね、本当にね、筆箱って重いの。筆箱って重いの。これで 500g ぐらいはあるわけね。これに 500g もさ、もう取られたくないなって思っちゃうから私は学校に置いてきます。私がね、すごい文房具が大好きだからさ、めちゃくちゃあるわけ、文房具が家に。これなくても学校用で置いておけば別にいいので、学校に置いてきちゃいます。これと、あともう一個あのサブの筆箱、新学期用に作ったんだけど、こちらの動画で見てください。それは今日はもう置いてきちゃった。そう。だけど、今日はね、あの、スクバの中身紹介するって分かったから、ちょっとこれを持って帰ってきました。次。
じゃーん、こちら、まあ、これはね、私の女子力ポーチと呼ばれる自分用のやつ。これとこれがね、セットで可愛いでしょ。ここに私はさっきのね、あのチビゴムを入れてます。ちなみにここに何が入ってるかというと、まずはこちら、胃薬ですね。はい、あのすぐ胃が痛くなる。で、続いては目薬2つ。絶対1個でいいよねってことで1個にします。あとは絆創膏、これも今日友達に1枚あげたよ。ちゃんとね、女子力高いことしてるでしょ。友達に絆創膏なんてあげちゃってさ。絆創膏持ってる人いるみたいな、あとひもが持ってるって言いました。多分今しか持ってなかったよ、多分ね。おでこかゆい。次、こちら、これは制服のほこり取り。でも今ブレザーじゃないから別にね、ほこり取るとこないんですよね。ってな感じです。でもさ、早くブレザーの時期になってほしいんだけど、ブレザー早く着たい。やばー、冬の JK だってさ。楽しんじゃおう、今年もね。次は、じゃん、マスキングテープの無地。これは入ってることを知りませんでした。次、じゃん、タングルティーザー丸ごと。これ持ち運び用とかでもなく、ただのタングルティーザー。なんか撮影があるみたいな時にさすがにバサバサの髪ではいけないからっていう意味で多分入れたんだけど、全く使ってません。で、次、じゃーん、残り1枚の汗拭きシート。本当に嫌なんだけど、しかもこれ乾いてそうなんだけど中身。ほら、さっきさ、絆創膏あるとか言いながらさ、本当に恥ずかしい。あ、匂いはいいけど、ほら見て、パッサパサの残り1枚の汗拭きシートでした。待ってる待ってる。次、じゃーん。どんだけ読んでんだよこれって感じじゃない。フィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか。これね、あの読み始めたのは結構前なんですけど、なかなか読まなくて、で最近よし読もうと思って読み始めたら、ちょっとハマっちゃった本です。これ今学校に持ってってる。じゃーん、これはまあテストの予定とか、あの小テストの予定とかを求めるための手帳ですね。あとは赤シート、ファイル、じゃーん、タブレット。もうこれがめちゃくちゃ重い、もうほんとこのせいだよ。あとはちょっとあの個人情報だだ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 漏れのファイル、高校名がバーン何々高校って書いてあるファイルと、あと本当にこれもちょっと待って、個人情報だだ漏れだから待ってね。これあのまとめのファイルですね。これちなみに何が入ってるかというと、高1の時のあの成績表、1学期からの成績表と、うわ懐かしい、何これ、結構点数高いじゃん、結構高い、順位も高いなとか、あと1年生の時のなぜか時間割とか入れっぱなし、あと英検2級が受かった時の合格通知表とかもなぜか入ってます。じゃーん、クロミちゃんの鏡。これは全く使ってない最近ね、ちょっと悲しい。使おう、クロミちゃん鏡、画質いいね。次、貼らない北海道ですね。ちょっとなぜかありました。そして、ま、なんかあった時用の、なんか桜んぼのジップロック。とりあえず入れてます。で、最後、じゃーん。こちら。あの、あ、きっとは、ちょっと遠目に、携帯用コロコロ。あの、ホコリのコロコロですね。女子力高いのか低いのかわかりません。というわけで、これで以上でーす。はい、今回は SJK になった暇のね、スクマの中身紹介でした。どうでしたか？まあこれが結構ベストコンディションなので、ぜひ皆さんも参考にしていただけると嬉しいです。まあでも、ぜひお好みで調節してください。まあわかんないから、 LJK になった暇もさ、もっとなんか女子力上がってるかもしれないし、交互期待というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。あ、ちなみにテスト期間だったら、リュック型のスクバで投稿します。重いからね。なんだっけ、これはパンです。これはパンです。なんだっけ、みたいなやつあったよね。これはペンです。間違えた。みたいな。そうだ、これはピンです。みたいなことを私は言ってたの。